レゴは、デンマークの玩具会社、及びプラスチック製の組み立てブロック玩具の、ブランドである。1934年に、よく遊べを意味するデンマーク語、レッグガドから社名をレゴとした。創業当初は、木製玩具を製造していたが、1949年から、プラスチック製玩具の製造を開始した。非常上企業であり、創業者一族のクリスチャンセン家が運営する。 持ち株会社、カービー A、S と財団法人、レゴファンデーションが、レゴ社の全株式を保有している。日本法人は、レゴジャパン株式会社。レゴブロックにおける一般的な基本色は、赤、黄、青、黒、白、灰色である。1990年代から徐々に、他の色も多用されるようになり、現在ではノーハ灰色や緑色、砂色。 茶色なども多く見ることができ、透明のブロックもある。レゴ車は、長年、戦車や軍用機を作るのに使用されて、レゴ車自らが戦争を推奨しているかのように見られて、しまうのを恐れ、緑色のブロックを作らなかった。しかし、様々な中間色のブロックや、金星の銃器がセットに含まれている現在では、こうした懸念は、過去のものとなっている。 レゴブロックのデザインはどれも単純明快で使い方の説明を要する部品は少ない。子供向け玩具であるため説明書を読まなくてもそのブロックの機能がわかる。ようアフォーダンスデザインが取り入れられている。レゴブロックには時代やシリーズを超越して共通する互換性という大きな特徴があり、例えば10歳の子が1歳の頃に遊んだデュプロを テクニックシリーズに混ぜて遊ぶということもできる。このように利用者の年齢に柔軟に対応できるため、レゴブロックは他の積み木や流行玩具のように利用者が成長すると今までの玩具がゴミに変わるという無駄が起きない。経済的にも環境にも優しい玩具と言える。レゴブロックは世界各地で製造されており、2003年現在、成形は デンマークとスイスの二つの工場のうちの一つで行われている。ブロックの装飾と梱包をする工場は、デンマーク、スイス、アメリカ合衆国、大韓民国、チェコにある。レゴブロックの平均生産量は、一年間におよそ200億個、一時間におよそ230万個である。ブロック、車軸、ミニフィグなど、レゴシステムの全部品は、 製造時に厳しい許容誤差を定められている。部品同士がバラバラにならないよう適度に結合し、分解も容易であるのに、ちょうどいい結合力を持たせるため、製造誤差の許容範囲が0.002ミリ以内、あるいは0.0008インチ以内とされている。高い品質を維持するための技術として、金型の容量の小ささが挙げられる。玩具会社によっては、 製造費を抑えるために同時に60個の部品を扱える金型を使うことがあるが、レゴの金型は一般的に容量がもっと小さく精密に機械加工されていて数万ドルの費用がかかる例も多い。この射出成形金型にはセンサーがついており、質を下げる原因となる圧力や温度の変動を検出できる。 金型で成形された製品は人間が慎重に検査し色や形に目立ったばらつきがないように確認する。使い古した金型は他社の手に渡らないように建物の基礎に入れられる。成形処理は非常に精密なので標準規格に適合しない数は100万個中たった18個である。このような製造への気遣いによりレゴ社は 何十年にもわたって高い品質を維持し、この品質のこだわりのおかげで、30年前に製造された部品と現在の部品はしっかり結合させることが可能になっている。一般的な玩具メーカーは新製品生産のために設備を更新するが、レゴはブロックの組み合わせを変えてパッケージを用意するだけで新製品を投入できるため、 設備をほとんど変更することがなく、高い収益性につながっている。一世紀もの歴史を持つレゴ社の製品は、洗練されたシステムを持つプラスチック製の上質な組み立てブロックだが、同社は創業当時は家具店であった。レゴ社の歴史は、デンマークの南デンマーク地域のビルンにオーレ飛躍クリス・チャンセンが作った木工所から、つつましやかに始まった。 家族経営の創造的なこの会社は、後に、世界中で人気の玩具会社へと成長する。1916年にビルンに開いた、木工所で、王歴役クリスチャンセンは、地域の農家向けに、家と家具を作って生活していた。助けは、少数の見習い社員だけだった。1924年、二人の幼い息子が木の、削りくずに火をつけたために、 木工所が火事で消失したが、王歴役は災難にもめげず、木工所を大きくする機会だと捉えてさらに仕事に励んだ。しかし、間もなく、世界恐慌が生活に影を落とすようになった。製作費を切り詰める方法を探すうち、設計支援として製品の縮小模型を作り始めた。この時に作ったはしごやアイロン台の模型が、後に玩具を作るきっかけとなる。 オーレ規約は、引き回して遊ぶ、木製玩具や豚の形の貯金箱、自動車やトラックの玩具を作り始めた。ささやかな成功を手にしたオーレ規約であったが、当時多くの家庭は貧しくて、玩具を買う余裕がなく、地域の農民たちの中には、食物と引き換えに玩具を買うものさえいた。このような情勢の中では、収益を得るためには、玩具だけでなく、 実用的な家具も作り続ける必要があった。1930年中頃、洋ヨー,ヨーの流行により一時的に仕事が活発になったが、流行はあっという間に過ぎ去ってしまった。ここで王歴役は再び不利を利点に変える。洋ヨー,ヨーの未使用部品を玩具のトラックに流用したのだ。この頃息子のゴッドフレッドが一緒に働き始める。1934年。 社名を、デンマーク語で、よく遊べを意味する、レッグガドから、オーレキ役が考えた造語をレゴとした。レゴには、ラテン語で、組み立てるの意味がある。プラスチックの仕様が広がる時代の流れに合わせ、オーレキ役はプラスチック製の玩具を作り始めた。最初の組み立て式玩具の一つは、部品を組み替えられるトラックだった。1947年、オーレキ役と、ゴッドフレッドは、 キッディクラフト社が製作したプラスチック製結合ブロックの型見本を入手した。これは自動結合組み立てブロックといってイギリス人のハリー・フィッシャー・ページがデザインし特許を取得したものであった。1949年、レゴ社はこれに似たブロックを自動結合ブロックと名付けて発売した。このアセチルセルロース製のブロックは 積み上げて遊ぶ、伝統的な木製ブロックの精神で開発された、相互に結合するプラスチック製ブロックである。ブロックの上部には数個の突起が、そこは長方形の空洞になっており、互いにくっつくが、外すことができないほどきつくはない。1953年、ブロックに新しい名前が与えられた、レゴマーステン、すなわちレゴブリックスである。 しかし、ガングにプラスチックを採用する試みは、当時の小売業者や消費者には、受け入れられず、売れ行き不振で、返品の山となった。プラスチック製ガングが、木製ガングと置き換わることはないという批判もあったが、大歴役は、気を変えることなくやり通した。1954年までに、ゴッドフレッドは、レゴ社の常務取締役になっていた。彼は、 海外の玩具業者と話し合いをした際に玩具システムの改良案を考え出した。ゴッドフレッドは創造的な遊びのシステムになる大きな可能性をレゴブロックに見ていたが、ブロックには結合力に限界があり、作れる形に限りがある技術的な面の問題があった。1958年、今日見られるブロックのデザインが出来上がった。 ブロックの裏側に改良を加え、空洞部分に円筒を配置することにより、底面の結合力が増し、様々な形を作れるようになった。同年、オーレ規約が死去し、ゴッドフレッドが会社を引き継いだ。レゴ社は、年々着実に成熟してきた。1959年、社内に、フーツラと呼ばれる、製品開発部門が設立され、少数の社員が配置された。 1960年、倉庫が火事になり、木製玩具の在庫がほとんど失われたが、幸運にも、レゴブロックの製造設備は火災に耐えた。レゴ社はこれを機に、木製玩具の生産中止を決定する。その年の末までに、レゴ社の社員は450人にまで増えていた。1961年から1962年にかけて、 新しい部品としてタイヤが登場し自動車、トラック、バスなどの乗り物をレゴブロックで作ることができるようになった。この時までにレゴのシステムオブプレイには50以上のセットができていた。1962年販売代理店となった朝日通商が日本でレゴブロックの販売を開始する。レゴブロックは少しずつ改良されている。古いブロックは 歪んでいる場合がある。1963年、ブロック素材をアセチルセルロースからより安定した ABS 樹脂に変更した。ABS 樹脂はアセチルセルロースに比べて変色、変形が少なく、熱、酸、塩、その他の薬品に強いという特性があった。ABS 樹脂は2018年現在も採用されており、1963年に ABS 樹脂で作られたレゴブロックと50年以上の年月を経ても正常に結合させることができる。1964年、レゴセットに初めて組み立て説明書が同梱された。1966年、最も成功したシリーズの一つとなるトレインシステムが発売された。トレインセットには 4.5V モーターとレールが同梱され、2年後には 12V モーターが、 登場した。1968年6月7日、レゴランドがビルーンで開園した。このテーマパークの目玉は、すべてレゴブロックで作られた街の成功な、縮小模型である。広さは3エーカーで、初年度だけで62万5000人の入場者があった。その後の20年間で、面積は8倍以上になり、1年あたりの、有料入場者数は100万人近くになった。 1968年には1800万個以上のレゴセットが売れた。1969年、1歳半以上の子供向けの新システム、デュプロの販売が始まった。デュプロブロックは幼児が飲み込まないようにレゴブロックより大きくなっているが、従来のレゴブロックとの互換性を持たせるように設計されている。 そのため子供が成長して、デュプロブロックを卒業してもそれらを捨てる必要はなく、むしろ、新しいレゴブロックの大型ピースとしてそのまま、使い続けられるのである。1970年、従業員数は900人を超えた。その後の数十年はおもちゃ作りにおいても、市場においても、未開拓分野に大きく進出した。1971年、女の子向けに、 家具部品とドールハウスを発表。1972年、実際に水に浮かべて遊べるボートと船のセットを出し、レゴ世界の交通分野の可能性を広げた。この間、ゴッドフレッドの息子ケルキ約ク,クリスチャンセンが、スイスとデンマークで経営学の学位を取得後、会社の管理職に就いた。会社でのケルの最初の業績は、製造法を。 最新の状態にし続けるための研究開発部門の設立と製造工場の建設だった。1974年腕が稼働する人形を同梱したホームメーカーシリーズが初登場し当時最も売れたセットになった。この頃からレゴ世界のミニチュア人間が登場しているが現在のミニフィグとは違ってどこも稼働せず頭部には顔が印刷されていなかった。 また、レゴの生産工場がアメリカ合衆国コネチカット周辺フィールドに建設された。1975年、対象年齢を高く設定し、細かい部品が多く、リアルな車やバイクを作ることのできる、ホビーセットシリーズが発表される。1977年、1970年から販売されていた。 ギアセットをより精緻にしたエキスパートビルダーセットが登場する。これは、歯車、作動歯車、レバー、車軸、受材継ぎ手といった動く部品が特徴で、機能するラックピニオン式のステアリングや、本物そっくりなエンジンの動きを備えた自動車といった、精巧な構造模型を作ることができた。百七十八年、レゴの世界にミニフィグが追加された。 手足が稼働し、顔には、笑顔が印刷されている人形である。一行、ミニフィグに、大きさを合わせた建物や道路、乗り物、鉄道、ボートなどを揃えて、笑顔の市民が住んでいる成功な街を作れるようになった。試作段階のミニフィグは、肌の色や表情が多様だったが、採用されたのは黄色い肌と、標準的な笑顔のみであった。黄色が選ばれたのは、 人種差別などないニュートラルと幸せ感とを表現するためという理由である。後のスター・ウォーズやハリー・ポッターなどの半券商品では特定の登場人物を表すミニフィグが登場するようになり、2003年のレゴバスケットボールの登場とともに肌の色が増えた。同年、日本法人の日本レゴが設立された。 1979年宇宙シリーズが発表された。宇宙飛行士のミニフィグ、ロケット、月面探査車、宇宙船が登場し、人気シリーズとなった。また、低年連層を対象にしたファビューランドと小さなジョジを対象に宝石要素を取り入れたスカーラシリーズが登場した。ケルがレゴ社の社長になり、引き続きレゴ社の強さが維持された。 1980年、レゴブロックは有益な教材となり得ると判断した教師たちは、1960年代からレゴブロックを様々な形で授業に取り入れてきた。その結果、この年に教育製品部門が設立された。この年、梱包、組み立て用の工場がスイスに、タイヤ部品を製造する工場が、デンマークのユトランド半島に建設された。 1981年、レゴトレインの第二世代が登場。従来通りの 4.5V と 12V の他に、作業灯やリモコン式のポイント、信号機、連結解放機など、様々な小物が追加された。1982年、エキスパートビルダーシリーズが発達して、テクニックシリーズとなる。1982年8月13日、 レゴ社は50周年を迎える。これを記念して、遊びの50年という本を出版した。1983年、デュプロに、さらに対象年齢を下げた幼児向けセットが加わる。ガラガラと手足が稼働する人形付きのセットである。1984年、レゴ、お城シリーズが登場し、ミニフィグに、騎士や馬が加わった。1986年、 ライトやブザーなど新たな遊びを提供するライトサウンドが登場。レゴ社の教育部門からテクニックコンピューターコントロールが発表された。これはテクニックシリーズのロボットやトラックなどのモーター付きモデルをコンピューターで制御できる教育システムである。ブラジルのマナウスにレゴの工場が建設された。テクニックシリーズに空気圧シリンダーが追加された。 1988年8月、第1回レゴワールドカップビルディングコンテストがビルンで開催され、17カ国から38人の子供が参加した。1989年、レゴ、南海の勇者シリーズとして海賊が登場した。海賊船、総督軍との戦い、絶海の孤島や財宝を主題にしたシリーズで、ミニフィグの表情が海賊風になっている。 標準の笑顔ではないミニフィグが採用されたのは、これが初めてである。レゴ社の教育製品部門が、レゴダクタと名を変えた。名前の由来はギリシャ語の、ジデクティックで、大まかに言えば、学習過程の研究というような意味の言葉である。MIT のコンピュータ学習研究所のセイモアパパート、博士が、プログラミング言語ロゴと、レゴ製品を連動させる研究にちなんで、 レゴの学習研究教授に任命された。日本法人の日本レゴが、レゴジャパンに、社名変更。1990年、上級者向けの新シリーズとして、モデルチームシリーズが登場した。レーシングカーや、オフロードカーなどを、それまでのレゴシリーズにはなかった微細さと写実性で、再現しているのが特徴である。テクニックシリーズが、 機械的精密さを追求したシリーズだとすれば、モデルチームシリーズは見た目、造形の精密さを追求したシリーズであると言える。この都市レゴ社は、ヨーロッパで、唯一の、世界十大玩具会社の一つになった。ビルンのレゴランドの入場者数が100万人を超えた。初のレゴの経営力学教授であるザビエル・ギルバートが、スイスのローザンヌにある経営開発国際研究所で、 カンムリコーダーを任された。レゴには多種多様な部品が存在する1980年代後半に各国でレゴの基本特許が切れたため値段の安い類似のブロックを製造するメーカーが次々と出てきた。またテレビゲームの登場によりレゴで遊ぶ平均年齢が下がっていった。このような環境変化に対応することができず1990年代後半から レゴの売り上げとシェアは落ちていった。1998年、創業家三代目の受ける規約クリスチャンセン CEO は、かつてデンマークの高級音響機器、メーカー、バングルフセンを再建したポール・プローメンを COO に招いて、南極打開を託した。プローメンは、脱ブロックを号令に高く化を支持し、テレビゲーム開発、教育事業強化、テレビ番組制作、 直営店経営、レゴランド事業の拡大に乗り出した。さらに、従来のレゴブロックとは、互換性のない新シリーズを投入した。そのうち、映画、スター・ウォーズシリーズは、レゴ史上最大のヒットとなり、以後も、ハリー・ポッターなどの人気映画との提携を続けることとなる。しかし大半は、失敗に終わり、さらに互換性のない新シリーズ投入は固定ファンを、怒らせ、 ブランドの信頼を落とす結果となった。2002年12月期は、スターウォーズシリーズによって、営業利益で8億デンマーククローネと過去最高を記録したが、映画公開のない年は、業績が大きく落ち込み、2004年12月期には、損益18億デンマーククローネの赤字となり、自己資本比率は5.9%と危険水域まで下がり、 見売りの噂が流れるようになった。マインドストームズ RCX2004 年、クリス・チャンセン CEO は、入社3年目、35歳の元コンサルタント、ヨアンビー・クヌッド・ストープを CEO に抜擢した。クヌッド・ストープは、全社員の3分の1である1200人をカットし、製品も3割削減、直営店も閉鎖し、 ゲームやテレビ番組制作事業から撤退するとともに、レゴランドを投資ファンドに売却した。その後、創業者の理念、子供たちには最高のものをもとに、新しい価値観として、最大ではなく、最高を目指すと定め、高級玩具市場をターゲットに絞って高いシェアを獲得することを目指した。最後に、レゴが手掛ける、中核事業をブロックの開発。 製造に改めて定義し、収益管理を徹底するため、製品ごとに利益やコストの目標を定める数字を伴ったルールを導入するとともに、製品開発にも使えるパーツを制限する、顧客との対話を徹底するなどのルールを導入した。同年、レゴエクスプロアを終了し、従来のベビー、デュープロにブランドを戻した。また、 デュプロシリーズより低年齢層向けのクワトロシリーズが追加された。このブロックは乳幼児向けのため素材も通常製品より柔らかく、デュプロシリーズより一回り大きくなっている。従来製品よりも外れやすい反面、怪我をしにくいように改良されている。また、デュプロシリーズとは互換性があり、混在可能となっている。2006年より、 製品の企画、開発時に、すべての要素を可視化する、イノベーションマトリクスを導入した。製品開発の全工程が一覧できるようになり、ノウハウが可視化されて、全社員に共有されることにより、新製品の展開に伴う戦術が立てやすくなった。2010年、ミニフィグ同士をスピナーにセットし回転させバトルする、レゴ忍者号が登場。同時に、 レゴ社初のアニメーションテレビ番組、スピン術の使い手、レゴ忍者号も制作された。この年、ワーキングマザーズマガジン誌において、働く女性のための会社上位100に、レゴ社が選ばれた。2012年、女の子向けの新シリーズ、レゴフレンズが登場した。2013年12月期は、売上高営業利益率32%、ロイ58%を達成し、 2014年上期の業績ではマテルを抜き、ガング世界一となった。2016年の売上額は約380億クローネ、従業員数は18,200人となっており、売上額は10年前の約5倍、従業員数は4倍強と成長した。この間、工場の所在地もメキシコやハンガリー、デンマークにも開設している。プラスチックのブロックが世に出て、 以来、数千ものセット商品が販売されてきた。その題材は多岐にわたり、銀河、ロボット、海賊、中世の城、恐竜、町、郊外、西部開拓時代、北極調査隊、選定、レーシングカー、鉄道、スター・ウォーズシリーズ、ハリー・ポッター、スパイダーマン、バットマン、インディ・ジョーンズ、トイ・ストーリー、パイレーツ・オブ・カリビアンなど、様々である。 こうしたテーマの広がりの中、1990年代、中盤以降の一時期、製品の部品構成の簡素化が進み、車なら車の形状がある程度出来上がっているような、セットすら登場したこともあったが、2000年代に入ってからは、こうした製品は影を潜め、きちんと段取りを踏んで形を作る製品が、復活している。また、 ミニフィグ基準のスケールでできた製品にとどまらず、小さく精密なセットやかつてのモデルチームシリーズの流れを組むような複雑なセットが多くラインナップされるようになった。日本のレゴブロック愛好者の中には年々増えるブロックの種類によって写実性のある表現が可能になる満足感を持つ一方で過去の製品の現実的すぎない記号性への同型という 相反する思いを持つ者も,もいる。また、その硬さから、幼児でも、容易に扱えない難点が指摘される。造形に用いられる、ブロック部品以外にも、モーター、歯車、ライト、オンが出る装置、カメラなどの部品があり、他のレゴ部品と一緒に使うことができる。前述のようにマインドストームズでは、パソコンでプログラミングを行えば、 非常に複雑な動作をさせることもできるようになった。2016年6月、レゴエデュケーションは、レゴマインドストームよりも対象年齢を下げ、小学生から使える子供向けのロボットプログラミングキット、レゴ w e ー o 2.0を日本で発売した。それまでのレゴ WeDo は、レゴの教育用セットとして、教育機関や法人向けで、 かつ PC からの制御のみであったが、レゴウィー r 2.0は一般向けで、Windows、Mac の他に、Android と iOS のタブレットでも、制御可能となっている。女の子向けの路線もいくつか強化を受け、旧来のレゴ部品の範囲で、テクニックシリーズのような大きな稼働人形が、特徴の女の子向けのシリーズのベルビル、様々なパーツの付け替えが楽しめるアクセサリーセットの、 クリケッツなどが発売された。2014年現在、スターウォーズや、レゴムービーなど、何らかのストーリーに沿って開発された、プレイテーマが年間400近く開発され、その新商品の売り上げが、年間収益の約6割を支えている。2021年現在販売されているブロックは、対象年齢が小さい順に大まかに分けると、レゴデュプロ、レゴブロック、レゴブロック、 レゴテクニックである。レゴデュプロは、サイズが2倍大きな1.5から5歳向けのシリーズで、ある。デュプロの穴2個分で、レゴブロックの穴8個分となり、互換性がある。レゴブロックは普通のレゴブロックと同じサイズであるが、ある程度型になった、大きなパーツが含まれており、シルバリの作業も工程にない、組み立てを学び始める4歳向けのシリーズである。レゴブロック。 レゴテクニックの対象年齢はセットによって異なっている。レゴブロックは1962年から貿易商社の朝日通商が窓口となって日本市場にも導入され始めた。しかし当初は都市部のデパートや大きな玩具店などにしか出回ることがなかった上、その価格も当時で数百円から数千円と非常に高価であり、 裕福な家庭の親が買い与えるチーク玩ングというイメージが強かった。1969年からはチーク玩ング輸入販売会社富士省がレゴブロックの販売を担当していたが、1978年、レゴ社は現地法人日本レゴ株式会社を設立し直接輸入販売を手掛け始めた。レゴブロックはまだ国産品に比して高価な印象があった上、 ヨーロッパから非常に東アジアの市場規模では、需要も、決して多いとは言えず、発売されるアイテム数も本国に比べると非常に、見劣りするものであったが、徐々に、日本市場へ浸透していった。その後、レゴブロックが広く知れ渡るにつれ、似たアイデアのものや、寸法まで、同一の商品が1960年代を中心に、日本市場にも出回った。 このうち特に有名なものは、川田のダイヤブロックとニンテンドーの N&B ブロックである。ダイヤブロックは、複数の突起を持った表側とこれをはめ込む、裏側のある、脳型体形状という構造は似ているが、規格寸法は異なる。N&B ブロックは、基本となる脳型体の形状と寸法が、レゴブロックと寸分違わず、訴訟にもなった。 レゴブロック自体の知名度と比例するように、欧州に存在するレゴブロックテーマパークレゴランドの日本進出を期待する声が高まったが、まず、レゴランド誘致都市として名乗りを上げた千葉県千葉市は、諸般の事情により2003年に誘致を断念した。それから約10年間が経過した2014年に、愛知県名古屋市港区に立地する、近所をふに、 日本初のレゴランドとなるレゴランドジャパンを進出するとの決定がデンマークのレゴ本社から発表された。2015年には名古屋市内で着工式典が行われ2017年4月1日にオープンした。レゴという名前はレゴ社の玩具を指す言葉としても使われるようになっている。多くの人が レゴブロック自体をレゴと呼び、さらには類似のプラスチック製ブロックもレゴと呼ばれることがある。レゴ社としては、商品自体をレゴという商標で呼ぶことに反対しており、1970年代と1980年代のレゴのカタログには、レゴはブランド名であり特別な言葉にし続けたいこと。レゴ社のブロックはレゴブロックと呼んでほしいという希望が書かれている。しかし、 2010年代以降のレゴのカタログでは単に、レゴと表記していることも多い。なお、レゴは、すべて大文字で書くのが正式である。レゴの特許が切れた1988年以来、太古、メガブロック、ココなど多くの会社が、レゴブロックに似た結合ブロックを販売している。これら他社製品の多くは、レゴブロックと互換性があり、レゴセットより価格が安く設定されており、 本物のレゴ製品と混同する可能性がありレゴ社の悩みの種となっている。問題としているブロックの一つに中国の天津古古玩具有限講師が製造しているココがある。2002年スイスにあるレゴの子会社インターレゴ AG が著作権侵害を理由に同社を提訴した。多数のココブロックが権利を侵害している事実が第一審でわかり、 著作権を侵害しているブロックの製造中止と、北京日報市場での公開謝罪、賠償金の支払いを命じる判決が出た。販売において、自社の製品との混同を意図的に用いたとして、個々製品を販売するビルティマ社に対するノルウェーでの訴訟で2003年に、レゴ社は勝訴した。2003年、レゴに似た、エンライテンという製品の大きな積み荷が、 フィンランドの税関で押収された。円来店の外箱は、レゴブロックの外箱と類似していた。中国の製造業者が法廷に姿を現さなかったため、レゴ社は積み荷の破棄を命じる欠席判決を勝ち取った。レゴ社は、ブランド名の混同を防止し、消費者を潜在的な粗悪品から守りたいとして、五万四千セットの廃棄処分の費用を請け負った。 レゴ社はメガブロックの生産中止を期待してレゴブロックの突部のある外観をレゴインディスジャとして商標登録しようと試みたことがある。カナダの連邦裁判所は2002年5月24日レゴブロックのデザインは機能的な要素なので商標保護の対象にならないとして退けた。レゴ社は控訴したが連邦裁判所は2003年7月14日 これを知りけた。アメリカミネアポリス郊外のモールオブアメリカにある巨大なレゴの展示物レゴブロックの使用目的は、おもちゃの域にとどまらず、これで彫像を作ったり、モザイクで巨大な絵を作ったり、複雑な機械を作ったりするような熱狂的な愛好者が多く存在する。中には、数十万個の部品を使った重さ数十キロの彫像作品もある。 実際に機能する軟禁錠や、振り子時計、さらにハープシコード、エアコンまでもが、レゴで作られている。また、ルービックキューブを解くという難しい技を、レゴのモーターとカメラを使って行う作品もある。ポーランドの芸術家、ズビグニエフ・リベラは、アウシュビッツを題材にした、架空のレゴシリーズ、レゴ強制収容所という作品を発表した。 アメリカのロックバンドホワイトストライプスの歌、フェル・イン・ラブ・ウィズ・ア・ガールのミュージックビデオにもレゴが使われている。監督のミシェル・ゴンドリーは、まず実演をビデオに撮影し、それをデジタル化した動画を全てレゴブロックで再現してコマ取りアニメにした。この作品は2002年に MTV のビデオミュージック賞を受賞した。 モンティパイソンホーリー・グレールの DVD には、レゴのミニフィグで、キャメロットのミュージカル場面を再現した作品が収録されている。レゴは、様々な予想外の使い方もされている。例えば、ブレンダン・ポーエル・スミス牧師は、レゴの聖書を作った。ザブリック・テスタメントには、そのレゴ聖書の写真が2000枚以上掲載されている。大学教授。 デイビッドガントレットによるセオリー .org.uk には社会理論家のレゴ版がある。ルドローというソフトウェアを使えばレゴの 3DCG を作ることができる。ブロックの高い精度を利用して物体の正確な寸法と相対位置を認識させるコンピュータビジョンの研究でもテストデータの作成に使われている。レゴブロックを使った。 自作のデジタル動画は、レゴスタジオという製品を使って作ることもできる。これには、レゴウェブカムや、コンピューターに録画するソフトウェア、カメラに映らない場所からミニフィグを操作するための、透明なプラスチックの棒、スティーブン・スピルバーグに似たミニフィグが付属している。1992年、ギネスブックに、レゴ製品で作ったものが2件登録された。一つは、 4.45メートル5.22メートルの世界最大の城でスウェーデンのテレビ局が40万個のレゴブロックで作ったものでもう一つは545メートルの長さの線路と機関車3両である。レゴ製の家レゴブロックで実際に人間が居住可能な家を建築した例もある。2009年9月には BBC のテレビ番組 ジェームズ・メイズ・トイ・ストーリーズにおいて、約330万個のレゴブロックを使って一軒家を建設し、番組の司会者であるジェームズ・メイがその家で数日間生活するという企画を行ったことがある。番組ではこの家の買い手を募集したが、購入希望者は現れず、結局9月下旬には家は取り壊され、使用されたレゴブロックはチャリティーオークションにかけられた。 レゴランドは、レゴのテーマパークで、デンマークやイギリス、日本など、世界の数カ所にある。世界の有名なランドマークを、レゴブロックで再現した巨大モデルがなど展示されている。ほか、様々なアミューズメント施設を備える。レゴランドディスカバリーセンターは、レゴランドより小規模な屋内型アトラクション施設。レゴ社の社員として、イベントの展示作品を作るとともに、 子供向けの制作教室を開いている。レゴ社の各国法人が募集し、テストの結果レゴ社本社より認定される。日本では2002年に、レゴジャパンの直江和義が認定されたのが第1号で、ある。レゴランドディスカバリーセンターごとに1名だけ配属され、施設内で開催するワークショップの運営、モデル考案、制作を行うとともに、 イベント用の大きな作品の制作を行っている。コンテストで選ばれ、各レゴランドディスカバリーセンターの運営元の社員となる。日本ではレゴランドディスカバリーセンター東京に所属する大沢義博が最初。レゴランドディスカバリーセンター大阪のマスターモデルビルダーとなった中山カンナは世界で13人目、世界初の女性である。 レゴブロックの名前とブロックを使ってビジネスをすることをレゴ本社が承認する制度。認定プロビルダーはレゴブロックを使った制作や啓蒙など様々なビジネスを行っている。レゴの製品開発の支援を取ることもある。レゴの専任担当者が情報を集めて候補者に直接コンタクトを取り手続きを経た上で認定される。プロビルダーは レゴ社の所属ではない社外の人間であるが、レゴの担当者と直接連絡を取ることができ、レゴを使ったアイデアの相談なども行える。日本では2011年に三井純平が初めて選ばれた。1960年代から1980年代にかけ多数発売され、警察署、消防署やガソリンスタンドなど街の代表的な建物や、 乗り物など多数商品化された。1966年に発売された。期間は37.5ミリで2010年以降の製品は車両に乾電池を搭載し、赤外線リモコンで操作する。過去にはレールから給電するものや乾電池を搭載して、車両についたスイッチで操作するものも存在した。スターウォーズシリーズ、インディジョンズシリーズ、バットマンのキャラクターが、 レゴブロックになっただけではなく、アクションや映画の名シーンを忠実に再現している。レゴの世界観で、子供から大人まで、誰にでも簡単に楽しめる内容となっている。イギリスのゲームメーカーの TT ゲームズが開発し、エレクトロニックアーツやアクティビジョン、近年では主にワーナーブラザースが販売している。なお、セロ審査に関係のある、 ホビートイアイテム半券系キャラクターゲームだが、一部を、除いてセロ、B に区分されている。レゴスター、ウォーズシリーズレゴインディジョーンズレゴバットマンレゴハリー、ポッターレゴシティレゴマーベルレゴニンジャゴーその他、MANAGEMENT-LEGOGROUP-ABOUTUS-LEGO.comUS ザ・レゴグループ2019年12月30日閲覧 n i l s b c h r i s t i n s e n a b o u t u s l g o c o m u s ザ・レゴグループ2019年12月30日閲覧 ABC トラングベックロアールードアニュアルレポート2018ザ・レゴグループ2019年12月30日 閲覧。ビスガードベース、カトリン、アニュアルレポート2018。ザ・レゴグループ、2019年12月30日。閲覧。https コロンスラッシュスラッシュ www.kirkbi.com スラッシュ business-nreas スラッシュ t h e ダッシュ l e g o g r o u p ハットオーナーシップ。 ザ・レゴグループ、2017年4月1日閲覧。ABCD, 特集どん底から世界一へ、レゴ、湧き出るイノベーション、ヒット連発、組織に、秘策、日経ビジネス第1779号、日経 BP 社、2015年2月16日、28から33ページ。ABA ビタニサトシ、l が、ブロックだけで、ガング世界一になれた。 理由 CEO が語る、知られざる、イノベーションの裏側。日経ビジネスオンライン。2015年3月19日閲覧。ABCDEFGH、特集どん底から世界一へ。レゴパートに、崖っぷちからの再生制約が革新を生む。日経ビジネス第1779号。日経 BP 社。2015年2月16日。 34から37ページ。エビタニサトシ。レゴ工場に潜入。ロイ58%、超高率経営の心臓部。日経ビジネスオンライン。2015年3月19日閲覧。レゴ、1400人の人員削減へ、減収減益受け。CNN2017 年9月9日閲覧。AB、ガングの歴史百六十五から百六十九年。 社団法人日本玩具協会。AB、平成12年第101号、新決取り消請求事件判決4ページ。レゴ本社サイトの写真では1992年との記述あり。昭和シェル石油レゴ店頭キャンペーン第2弾、フルライブズイン、A ハウスライクディス、ジェームズ・メイツー。 ステイン・ザ・ワールズ・ファースト・ハウス・メイド・エンタ s e made e レゴマロンライン2009年9月2日でモリッシュド、ジェームズ・メイズ。レゴハウスイズ・ノックド、ダウン・アフター・ノー・ン・ケーム・フォワード・ツー・セーブ・イット、マロンライン2009年9月24日 AB、人、ストーリー、レゴジャパンマーケティング本部係長、ナオエ・カズヨシさん、富士山系ビジネス・アイ、2007年4月12日、32ページ。 abc 杉浦志保。世界に住人しかいないレゴ職人。マスタービルダーってどんな仕事をするのマイナビニュース。https://news.minavi.jp スラッシュアーティクルスラッシュ 20130607-legomb スラッシュ2015年3月19日閲覧日本人2人目のレゴ職人コンテスト。 大阪で開催と夜中市の25歳、中山さんが、世界初の女性職人に、サンケイウエスト2018年3月6日閲覧。ありがとうございます。